25歳の時に留学した時に決めたことは今まで全部叶えました。で、30歳の時に決めた5年後の目標。35までにやりたいことは今継続中。20歳の時は頑張って自分のやりたいコント番組とかもやりたいとか、30歳までには直美しかできないっていう仕事をやれるようになりたいなって思ったら、私はそうなってるんじゃないかなって思ったんですよ。自分から見たらそれを感じたので、よし、じゃあこの流れで、唯一無二の世界一の芸人になるっていう目標に変わって、じゃあそれをやるためには35歳までにそれをやりたいので、30歳の時に動き出そうと思って、30歳の時に決めて、で会社に言って、で今ニューヨークにいるという感じですね。25歳の時に留学した時に決めたことは今まで全部叶えました。で、30歳の時に決めた5年後の目標、35までにやりたいことは今継続中。20歳の時は頑張って自分のやりたいコント番組とかもやりたいとか、30歳までには直美しかできないっていう仕事をやれるようになりたいなって思ったら、私はそうなってるんじゃないかなって思ったんですよ。自分から見たらそれを感じたので、よし、じゃあこの流れで唯一無二の世界一の芸人になるっていう目標に変わって、じゃあそれをやるためには35歳までにそれをやりたいので、30歳の時に動き出そうと思って、30歳の時に決めて、で会社に言って、で今ニューヨークにいるという感じですね。